スティーブン・クラズナースティーブン・クラズナーは、アメリカ合衆国、スタンフォード大学政治学科教授。専攻は、政治学、国際政治経済学、ニューヨーク生まれ。コーネル大学卒業後、コロンビア大学で修士号、1972年に、ハーバード大学より博士号取得。ハーバード大学助教授、カリフォルニア大学ロサンゼルス校を准教授を経て、 1981年から現職。2001年から2002年まで国務省政策企画本部スタッフ。2005年2月4日から2007年4月20日まで国務省政策企画本部長を務めた。1970年代から関心が寄せられていたレジーム論の集大成ともいえるインターナショナル・オーガニゼーション誌の特集号を編集し、 レジームの最大公約数的な定義を示したのが、クラズナーであり、レジーム論に言及する際に必ずと言っていいほど、彼の定義が引用されている。それによれば、レジームとは、国際関係の特定の領域に関するアクターの、複数の期待が修練するところの目視的、または、明示的な原則、規範、ルール、意思決定過程の集合である。ここで言う、 原則とは事実と因果関係と正しさについての信念のこと。規範とは権利と義務に関して規定された行動のスタンダードのこと。ルールとは特定の規定、または行動に対する諸規定のこと。意思決定過程とは集団的選択を決定し履行するための一般化している慣例のことである。この前二者の弱体化や変更はレジームそのものの変更を意味する。 対して、五二社の変更は、レジーム内部の調整に他ならない。これら四つが、一貫性を失うと、レジームが弱まるとされる。ストラクチあルコーゼスレジームコンセクエンシーズ、レジームズアズインタービニングベリアブルズ、インクラスナー、エド、インターナショナルレジームズ、P2、ありがとうございます。